やはり邪魔立てするか。あなたならと思ったの。残念だ。魔法には魔法で対抗って、やりたいところだけど、これをずっと防ぎきるには無理があるよ。長引けば長引くほど不利になります。一気に型をつける心持ちで挑みましょう。私の手で彼女を止めないと。よくも私の前に顔を出せたものだな。恥じることは何もありませんから。私は今でも湖を大切に思っています。それにイルさんは立派にお父様の意志を継いでいるから。戯言はそこまでにしろ。そのヘラス口凍りつかせて語れないようにしてやる。私が敗北する。間違っているというのか。私が認めない。私は認めない。私の生まれた根源を否定するあなたは敵だ。そうやって何もかも拒絶するやり方をいつまで続けるつもりですか。この身が砕け散るまで私は意志を貫き通す。意固地で尊い志が消えてもいいとそう言うんですか。ラクスレニア、私と同化してください。私たちは元より同じ存在。不可能ではありません。ふざけたことを。ふざけてなんていません。どうかすればあなたは私の中で生き続けることができる。
あなたとは違うやり方で、私は湖と共に生きるつもりです。困難に見舞われる時もあると思います。だから中で見守っていてください。もし私が間違ったりおかしなことをしたら、その時はあなたに叱ってほしい。元の鞘に収まるだけか。このまま消えゆく運命ならば、どうかを望む。あなたとはもっと自然な形で語り合いたかった。大丈夫なの？どことなく雰囲気が違う。万が一を考えた方がいいかもしれない。そうですね。スイナはスイナですし、迎えに行きましょう。心配をおかけしました。あたりも急に静かになっちゃって、スイナまで喋らなくなっちゃったから、みんな心配してたんだよ。あの子が言っていたように、元の鞘に収まっただけなので、特に不調はありません。ただその感情面の方で少し混じってしまった部分があるみたいで。そういうのじゃなくて、さっきからウィルさんが視界に入ると、その起こしてしまいましたか？
ると恥ずかしいです。布団を覗いてみたら可愛い寝顔だったのでつい。セティカ湖は奥様と初めて出会い、また結ばれた思い出の場所なんだそうです。もともと湖をきれいに使っていたそうですが、結婚してからはさらに思いが強くなったとか。お父様もきっと喜んでいます。ビルさんがこんなにも立派になって。はい、だって私もこんなにも嬉しい気持ちでいっぱいですから。暖かさに酔ってしまいました。大好きです、お兄様。まだまだだけどね。この先は細くて険しい道が続くから、歩いていくにはかなり苦労すると思う。まかり間違っても落っこちたりしないでね。
わあ、そっか、確かにその手があった。それじゃあ魔物が現れたらビルを盾にしながら進もう。
妹のスミカ。スミカになるはずだった場所だよ。あったあった。他のもそうしてるしね。ここにね、妹がいるの。もう血の跡もなくなっちゃったけど。そう、死んじゃった。私たちはもともと北のディジネイル地方で暮らしてたんだ。でもどこかで大事があった影響で、日に日に凶暴な魔物が増え続けて、しまいにはスミカを追われちゃったの。逃げる途中で妹が大怪我して、どうしても正規が必要になったからユイドラに。結局間に合わなかったけど。帰ってきたら妹はいなくて、すごい血の跡だけが広がってた。ご先祖様が苦労した影響というか、なんというか。スイマって同族意識がすごく薄いの。だからかな。ああ、死んじゃったんだ。そう単純に受け止められたんだよね。欲しいとは思うんだけどさ、止めらんないんだよね。引っかかってるものがあるんだと思う。それが何か知りたいから続けてるだけ。見るにはわかる？その理由。なんでそんなに暗い顔するかな。今日ウィルをここに連れてきたのは、事実を知って余計な気を使わなくてもいいようにするためだったの。悲しんで欲しくて案内したわけじゃないんだよ。するんだろうなって。
ずうずう思ってたよ。だから二人で来たの。二人だけだったらエッチして元気出せるでしょ。ほらほら、元気出すね。それはウィルが情けないからの一言に尽きる。やっと笑ったね。その調子でもっと元気になろう。地味に時間かかりそうだけどね。そっか。